ようやっとニセコまでたどり着いて、これ今撮ってるのが羊蹄山っていう北海道の中じゃね、あの富士山って言われてる山です。なかなか、まあこれからちょっと1週間いないのかな、 4,5 日ちょっとこっちでいるんで、少しどんな感じなのか、ビデオ撮っていきたいと思います。で、今日ね一緒に来てくれてるのがイチリエドって私の友達なんですけど、こんにちはこれから一緒にちょっとスキーしようと思うんですけどね、彼女の父さんとお母さんもニセコに今住んでて、札幌にも家あって、だけどなんかニセコの方があのいいみたいですね。で今後はこっちに住むっていうんで、まあね、ちょっとね仲良くしてもらってるんですけど、いやニセコはとても国際的でいいところなのでぜひ来てみてくださいなるほど、ありがとうございます。コンテナになってるんですね、なってるレストランでサンドイッチ食べれるみたいなのに今頼んだんですけど、メニューはこんな感じで、いくつかある、小さなお店ですけど、このストーブがいいですよね。オッケー、どうだい、いいな、いいな、出てない方がいいか、美味しそう、フロックマッシュか、ね、で私のがエゾシカバーガーでございます。中身がでも見る限り別にね普通のハンバーガーと変わらない気もするよ、ね、そうですね、なんか、うん、見た目はそこまで変わらないですけど味が美味しいと思います、今日は、雪降ってるんですけど、やっぱり1月よりも全然雪の質が変わってしまって、もうパウダースノーって感じないですよね、うん、降ってるんだけどね、だけどまあなんかこう溶けたりその上に積もった感じでちょっとコンディションが違うんだなって改めて思いました、うん、日曜日なんでそれなりに人はいるんですけど、まあ去年までのニセコブームの時に比べると全然人いないですよね、日曜日もね、まあ午後だっていうのもあるんですけど、そんな感じでちょっと今日1時間これからスキーしようと思ってます。スキーしに来ました。いやだけど今日のスロープはちょっとあのアイスが、うん、アイスっぽいんですよね、だからちょっと滑りにくいっていうのもあって、うん、もっと新雪があったら本当にあの楽しく滑れるのでちょっと残念だなと思いますけど、うん、そうだね、はい、せっかく来たので1時間ぐらいはスキーしようかなと思います2時間の予定だったのにいきなり1時間になっちゃったね